皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法。今回は More than the most、ね、比較級と最上級。この説明をします。Important 重要なという意味ですね。いや、Interesting 面白いという意味ですね。このように綴りが長い単語は More とか The most を使って比較級、最上級を作ります。では例を使って説明していきますね。例の1、この本はあの本よりも面白い。こういう意味の英文を作りたいとき、面白いというのはこの interesting でしたね。この interesting の前に more をつけて比較級を作ります。ですから、This book is more interesting than that one. This book is more interesting than that one. このような英文になります。この that one の one というのは本の意味ですね。その次です。この本は3冊の中で一番面白い。一番というのですから最上級を使いますね。この時は interesting の前に the most を置きます。ですから This book is the most interesting で、3冊という数字が来ているので前置詞は of を使います。 of the three. This book is the most interesting of the three. このようになります。ここで more とか the most を使う単語をいくつか紹介します。括弧1では美しい beautiful、ね、この beautiful という単語ですね。Beautiful. これは more, the most を使う単語です。それから難しいという difficult、 それからゆっくりとという slowly、 人気のある popular ですね。役に立つ useful という単語でした。 useful、 それから有名なという famous、 このような単語は more とか the most を使って比較級と最上級を作っていきます。ではもう少し英文を作って見ましょう。例の3、愛は全ての中で一番大切です。こういう英文を作りたいとき、一番ですから最上級を使いますね。大切は、ここにあります important ですから love is、ね、important の前に the most、 これをつけて the most important、すべての中で all があるので前置詞は of all、 こうなります。もう一問、彼女は私よりゆっくり歩きます。ゆっくりというのは slowly ですね。で She walks more をつけて more slowly、 私よりですから than、She walks more slowly than I. これで彼女は私よりゆっくり歩きます。という英文が完成しました。今回は Important や Interesting のような長い単語を
比較級最上級にするとき、more とか the most を使う、このことを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。